アスカは1983年より、イスズ自動車から販売された中型セダンである、フローリアンの後継者として発売された。1990年からはいち早く他社からの OEM 供給者に切り替わったが、同様に OEM 供給者に切り替わっていった、ジェミニが2000年にホンダシビックのフルモデルチェンジに伴う廃止後も2002年のホンダアコードの フルモデルチェンジまで販売が継続され、結果的には、イスズが最後まで販売したセダンとなる。車体は4ドアノッチバックセダンのみである。初代には、姉妹車のような3ドアハッチバック、5ドアハッチバックも設計されたが、生産、販売には至らなかった。先代のフローリアンに設定されていたライトバンや OEM 元に設定されているステーションワゴンなどは設定されていない。 初代には、タクシーや教習車仕様も設定されていた。ピアッツァと同様に柳瀬向けに、グレード、ネロの導入が計画され、試作車は、実際に一部販売店で展示までされたが、実現しなかった。スバルレガシーイスズアスカホンダアコードイスズ、アスカ海外文化を吸収、消化し、日本文化の原点を築いたアスカ時代から取ったもので、 基礎設計を GM に依存しつつもいす図独自の味付けを施した新域を示す。和名の自動車も三岡自動車の一連の車を除けば、日本では珍しい事例であるが、英字表記をローマ字表記のアスカとすると外国人はアシカと誤って読む恐れがあるため一文字抜いた。出典元、デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第76号16ページより、 出典元、デアゴスティーニジャパン週刊日本の名社第78号22ページより。なお、その書籍では、標準グレードは CX と表記され、各グレードの最初にも CX の表記が付いていたが、投稿では標準と表記し、それ以外のグレード名の最初につく CX は省略。出典元、デアゴスティーニジャパン週刊日本の名社第53号12ページ。 出展元、デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第59号10ページより、ありがとうございます。